今回でね、ここの会場に移って7回目。最初はね、1982年。だから、今から35年前かな。ぐらい前から20回ぐらいやったんだよね。20回ぐらいやって、ちょっと、お金がかかりすぎちゃって、ちょっと休もうかって言われて。9年ぐらい休んだんだけど、たまたまこの会場を見た瞬間にこう、おいい会場だな、ここでもう一回ジャズフェスタルやりたいなっていうような感じにさせたのがこの会場なんですね。本当に自分の考えてる、自分の好きなミュージシャンを集めて、でみんなでワイ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 、一つのパーティーみたいなね、感じのフェスティバルをやりたいっていうことで、そこで今、集まってお手伝いしてくれる人も、うちの店に来てくれる若い人たちとか、みんな楽しんでやってくれるようになって、今進んでいるんだけどね。なるとジュニアはね、僕は多分0歳とかから多分してんじゃないですか、多分それぐらいのね、もともと親父が父がね、アローンに出入りしているというか、父が趣味で山梨県にトランペット吹いてるから、これね多分ね9年ぐらいです。大学の頃からアローンに通いだしたんで、僕は長野県出身で、いろんなこうジャズセッションに顔を出してて、もともとここもね、アローンであったから、アローンのそうセッションで、すごかったんだよね、長野から山梨で、僕は当時、東京だったんですけど、東京から山梨のアローンに帰って、帰省みたいな、今でも覚えてる、すげえ覚えてる。マスターとはもう長いんですか？長いですよ。僕中学生の頃から知ってるんで、中学生の頃にそのなんかこうジャズのライブにね、招いてくれて、でそれいっぱいレコードかけてくれたりもあったし、中学1年とかの時にそのポール・グレイとかすごい聞かされて、でなんかそういうのも影響あって、やっぱりこうね、興味がどんどん増してきて、すごいありがたい存在ですけどね。
鳥のね、川島、今吹かれてる川島さんのカルテットだったかな、ピアノの田中信正さんっていう素晴らしい方がいらっしゃる。その方の最初のピアノソロですよね。1曲目のピアノソロ、ものすごいもう爆発してガーって弾いてる時にマイクをなぜか全然もう今からまだ行くぞっていう時なのにマイク持って乱入してきて、みんなとか言ってもう遮って、それはものすごい、あの多分その巷のジャズミュージシャンですね、あの伝説になってる事柄かなと。あ、そう、トカゲ飼ってる、トカゲ、トカゲ取りました、会場で。自分のライフっていうかな、自分のまあその生き様みたいにもなっちゃっているよね。もうこれが終わったらもう次の計画、もうすでに来年のことを今考えているしね。だから364日の自分のそのライフタイムっていうかライフスタイルの中の一ものに入ってるよね。だからまあ1年に一度みんなと会いたいっていうのがあるじゃないですか。なかなか会えない県外の人たちもね、そういうことだね、うん、来年も多分また苦労しますよ。なんか意味不明でしたね。なんか酔っ払ったしね。うん、酔っ払ってましたね、もうその時にはね。でここでもあの乱入した事件とかね、いろんなことがあって、もう今やめちゃったんで、あの酒をね、まあ、僕も酒やめてるんですけど、ちょっとまあちょっと寂しいですけどね。あれが名物親父みたいな感じで。ちょっと面白かったんですけどね、うん。お祭り食が非常に濃くてですね、もうあの僕野外ステージ大好きなんですけど、もうとっても気持ちいいですよね。反応がもうあの 150% ぐらい感じで、やっぱりお客さんと近いですからね。だからライブハウスでやってるのとかなり近い感じで演奏できるんで、あのとっても楽しいです毎回。今考えてますから、みんなに楽しんでもらう、みんなが楽しんでくれるのが僕の楽しみになるということじゃないかな。それは出演者もお客さんもその
スタッフもね、その人たちもみんな楽しんでくれる、みんなの笑顔みたいよね。